ンネル。もちろん。こんにちは。さあ、最終回。もうラストですか。2球団ずつやると早いですね。早いです。1球団ずつやるとね、はい、12回あるんですけど、はい、2球団ずつやると早いっていう、はい。はい。お昼も食べて今元気いっぱいです。そうですか。はい。テンション上がりました。テンション上がりました。はい、気合を入れてエールを送っていきます。はい、さあ、ということで最終回は、はい、ヤクルトとソフトバンクということで、はい、まずはじゃあヤクルトから。はい。ヤクルトの崖っぷち、勝負の1年になる選手は、しますね。ああ、そうですか。いや、勝負、もう、だって去年ね、はい、中村悠平がちょっと怪我もあってね。いや、そう、もう島選手もここぞって時に、はい、出場できなくて、はい、で島も怪我して。そうなんですよ。で、去年は西田が一番試合数出たのかな、うん、69試合、はい、でその他に松本とかね、うん、あの今し内山、古賀、大村とかね、まあ、いますけども、まあちょっとね、うん、いや、すごい大事な時にデッドボールがね、そうそうそう、ね、勝負どころで怪我っていうね、はい、でももうだって年も37、そうですね、うん、もうそろそろちょっとギリギリですね、はい、全体的に。もう37歳か。でも本当今年ダメだったら、はい、もうクビっていう可能性も出てくる。現役何歳まででしたっけ。38、うん、まだそのぐらいの年っていうことか、うん、そっかってなってくるんで、勝負の1年になることは間違いないですね、はい、うん、でも怪我どうですか、今年はキャッチャーとして。でも中村といるんでね。そうか、もう戻ってるんですもんね、うん、で打つのは西田とかもいるわけじゃないですか。で若手の松本とか、はい、で内山とか古賀とかいるわけじゃないですか、はい、だからね、何で勝負するのっていうね。バッティング。でも去年0割9分8厘よ。去年は20試合なんで。その前もだってもう17年から1割9分9厘、2割6厘、2割9厘だから、もうちょっとバッティングももう難しくなってきてるんじゃない。そうですね、楽天の終盤もやっぱりあんまり出られてなかったっていうところもありますしね、うんうんうん、ね、そこでも何で勝負するのかをね、うん、決めてそこ行くしかないんで、ラスト勝負、勝負強さ、うん、はい、あるんですか。いや、もうめちゃくちゃもう日本一になった時とかもう超いいところで打ちまくって、うん、もう超スター。もう10年前。もうね、そんな昔になるんですね、うん、はい、はあ、およそ10年前。いや、続いてはですね、はい、雄平ですね。はい、雄平ももうだって30、はい、うん、島と1個下、あ、違うね、2個、島と同級生。あ、同級生だ、うん、本当だ。37で昨年ね43試合というところで、はい、まあ、パンチ力とね、はい、もう何でも打つぞっていうね、うん、タイミングさえあったらボール球でも打つっていうね、はい、でまあ、守備はね元ピッチャーで肩も強いしっていうね、うん、万能型ではありますけども、はい、まあ、青木がいい感じでいて、うん、塩見とか、はい、坂口とか出てきてます、ね、出てきたっていうところで、うん、まあ、どうなんのかっていうね、はい、まあ、もう頑張りどころですね、まあ、年齢も年齢なんでね、うん、坂口と山崎幸太郎とかね、はい、あとは中山とかも去年いたし、うん、浜田ね途中ちょっと良かった時もあったし、はい、だまあ勝負どころですね。で、まあ、代打とかのね使い勝手もあるんで、雄平とかはね、そういった意味でも体が元気だったらっていうね、はい、ところもあるんで、はい、まあ、まず万全な状態に勝負どこまでできるかですね、はい、もう何気に雄平ピッチャーでホームラン打ったんですかね、ピッチャーの時に。そ、え、何年までピッチャーだったんですか。いや、だから野手転向は2012年からじゃないですか。あ、そのぐらいなんだ、うん、12年ぐらいからだったんですよ。そうです、ね、2000年、6年とか7年にホームランってマリンで、へー、バックスクリーンで。でもそこから バッターになってこんだけ結果残すって、ね、素晴らしいと思いますよ。すごいですね。ではまあね、年は待ってくれないんで、はい、まあ、勝負の1年になることはね、うん、間違いないです。あともう一人います、ヤクルト。お、多い。広岡です。はい。勝負。まあ、今年ね、エスコバーが退団して、はい、ポジション空きますよね。うん、はい、でまあ、サードはね、村上やるのか誰やるのかっていう問題もありますけど、昨年西浦がね、はい、いい感じで出てきて、はい、まあ、それでもまあ2割4分5にホームラン2桁ね、まあ、100試合で、ね、いいところでホームラン打ったりとかっていうところもありましたし、まあ、ちょっとね、ちょっと出かかってるんで、まあ、西浦も正直勝負なんですけどね、はい、崖っぷちじゃないですけど、レギュラーを取るための勝負っていう、うん、1年でもなんですけど、疲労がもうここで遅れを取らないようにいかないと、はい、もう2番手3番手になっちゃうんで、はい、しかもエスコバーいなくなったっていうチャンスもあるんで、うんうん、そういった意味でも疲労か、だから内野疲労か、外野雄平、キャッチャー島、この3人が勝負ですね、はい、今年は結構いますね、うん、だから一歩間違ったらトゥリンって、これトゥリンはクビになるわけじゃないですよ、はい、トゥリンっていう居場所がなくなる、加工に行っちゃうかもしれないっていう、そうそう、ここ踏ん張っとくっていうね、まだね、うんうん、まあ、島と雄平は年齢もあるんでね、はい、ここの2人はもう
ちょっと頑張っていかないともう先がないんでね、踏ん張れるか、踏ん張りきれなくなってくるんでね、うん、そういった意味では、まあ、でも野手頑張んないとね、はい、ヤクルトは、うん、ピッチャーがねちょっとっていうところもあるんで、はい、そういった面ではどこまで頑張れるかが勝負ですよね、はい、で続いてソフトバンク、ソフトバンクスはね、ソフトバンクスってバンクス、ね、バンクスって言ったよ、バンクス複数形ソフトバンクは、はい、やっぱね上林っすね、うーん、一時ねこの2017年、はい、おっと16、17頑張って、あ、17、18だ、いやそうですそうです、2017、18頑張って、これレギュラー上林来たかっていうところでね、はい、ましたけど、そっからちょっと2年連続1割台っていうところでちょっと伸び悩んでんのかなっていうね、常にいるんですけどね、うん、うん、で今が26歳、今年26歳、はい、でいるんですよ、いるんですけど、でもそこに栗原出てきて、うん、柳田いる、はい、栗原出てきて、うん、で中村晃、はい、グラシアルいる、うん、ちょっと、まあ、いい選手多いですからね、居場所が、はい、なくなってきますよっていう、いやでもその中を割ってこう出てた時に、うわーでもめちゃくちゃ出てきたなって感じしますね、うん、そこで掴めないから、うん、結局栗原とかが出てくるわけよね、はい、だもしこれで栗原が外野の1枚でもうバシッとかはまったら、うん、もうでももう去年の活躍見たらもうほぼほぼなんか、まあでも分かんないですよ、2年連続活躍できるかどうかも勝負なんで、あ、まあそうかそうですね、うん、だからここで上林が踏ん張んないと、はい、痛ねーってなる、うん、プリンって、はい、あでもそう思うと本当に今年勝負ですね、いやめっちゃ勝負、もう、うん、もうギリギリ勝負よ、そうですね、99試合69試合と年々出場機会が下がっていってるんで、はい、そういった意味ではここが踏ん張りどころ、でもホークスの怖いところは下にもたくさんいるっていう、そうそうそう、もう誰が出てくるか分かんないっていうのが怖いですよね、うん、だからそういった意味でももうね、チャンスのあるうちに、うん、1、2とかないともう居場所がね、はい、やっぱなくなっちゃうっていう、はい、層が厚いだけに、はい、あとピッチャーはね武田っすね、武田翔太、あーなるほど、うん、うん、いいですよ、いやもちろんそうですよ本当に、でもまあね、うん、怪我とか体の不調もあって、はい、昨年は去年終盤投げてるんですよね、はあ、7試合、うん、で2勝2敗、はい、でも2桁勝利は2016年を最後に6452と、そっかー、あ、本当だ、で防御率も2016年を最後に 3.68、4.48、4.55、6.48 と、うん、ちょっと全体的にはパッとしないっていう、はい、うんうんうん、踏ん張りどころよ、そうですね、このままいっちゃいますよっていう、28歳今年、はい、まだでも年齢、ね、そうだまだ若いよ、だから踏ん張れる力あるでしょっていう、うんうん、そうしないと中継ぎとかもね、はい、泉とか出てきたりとか、はい、でまあモイネロ森もいるし、うん、若手のね松本とか、うん、あの台頭もすごいから、はい、そういった意味ではどんどん来るじゃん、うん、で先発とかもね、うん、まあ千賀を筆頭に、はい、っていうで和田はさ去年ね、うん、頑張って、まあ、今年体力的にどうなのかなっていうところもね、うん、2年連続頑張れっていう思いはありますけども、はい、だからその枠的にはね先発ローテーションはバチッといるわけじゃないんで、うん、入っていけるんですけど、はい、来れんのかっていう、武田踏ん張りどころだぞっていう、いやでも去年、まあでも去年そうか終盤そこまで、ね、復活したけど勝ててないんですもんね、そう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 、今年ね、もうローテーションで頑張ってほしいですけどね、こう踏ん張りどころだね、うん、今年どうなるのかっていう、はい、あと先発中継ぎどっちかなっていうね、うん、19年はなんか32試合なんでね、中継ぎっていうところもあったんですけど、先発前だから、はい、どっちかなっていうところもあるんですけど、いやでも先発で投げてるところ見たいな、うん、これ本当踏ん張りどころ、はい、武田はそうですね、うん、ここで、はい、ここでもし踏み外すと、はい、2番手選手になっちゃうんで、うん、誰かが開かないといけない状態になるんですよ、ね、はい、層が厚いだけにね、うんうんうん、わ武田も崖っぷち、ふいやもう崖っぷち多いですね、やっぱりね、うん、そういう世界よ、そうですね、プロ野球は、はい、弱肉強食よ、うん、でも今日あの12球団分見てきましたけど、思ったのはみんな共通点があるんですよ、何ですか、あの大体ドラフトが大体1位か2位ですね、そうなん、はい、ちょっとはい回収、いやでもごめんなさい、上林選手は4位なんですけど、うん、ほとんど1位か2位です、そうなん、はい、ちょっと回収して、ちょっとそっちどうですか、雄平1位、はい、広岡2位、はい、島3位、あごめんなさい3位ですね、うん、上林選手は4位ですけど、うん、で北条ドラフト2位阪神、はい、で戸亀ドラフト1位、はい、西武、木村高校生ドラフト1位、高山ドラフト1位、はい、斉藤優ちゃんドラフト1位、清宮ドラフト1位、ドドウエドラフト1位、鈴木宏ドラフト1位、阿部高校生ドラフト1位、オコエドラフト1位、はい、桑原ドラフト4位、福
福田周平高校生ドラフト1位、藤岡ドラフト2位、小林ドラフト1位、増井ドラフト5位、後藤俊太ドラフト1位。でもほぼ1位、ほぼ1位か、まあ、本当だ、あるんですよ、うん、だやっぱりそれだけ期待値が高いってことなんですかね。勝負どころっていうことは、うん、結局、はい、それがうまくいかなかったら、はい、クビってなるわけじゃないですか、はい、ということはやっぱり実績があるってことだから、はい、実績なかったら勝負どころってなんないじゃん、うん、だ実績があってもうちょっと頑張んないと落ちちゃうよっていうのと、期待してるんだから出てきてよっていう、出てこないともう落ちちゃうよっていうのね、うん、期待されてるうちにっていう、はい、本当だね。いやそうなんですよ、すごいとこ見てますね。はい、なんかあれ、なんかみんなドラフト順位やっぱ高い方なのかなっていうのを思って。そうなんですよ。ちなみに佐々木はドラフト2位です。はい、はい、ということで皆さんのね、はい、崖っぷち選手コメント欄で教えてください。はい、お願いします。